トラスコ中山は MRO の卸売業なんですね。取扱い商品っていうのは競合他社で同じなので、こう商品そのものでは差別化するっていうのはこうなかなか難しくて、大抵の競合はですねコストを削って、安さで差別化を図っているということ。ただ当社はですね、値段ではなくてお客様の利便性、特に圧倒的なスピードですね、欲しい時に商品がすぐに届くと、これをですね追求しているということです。全国にある物流センターには約50万 SKU の在庫をしてまして、デジタルテクノロジーをこうフルに活用しているのも全ては即納性をね高めようと、お客様へのこう利便性をですねこう高めるということなんですよね。もちろんね、こういろんな混乱がありましたよ。例えばですね、普通のこう商品が何ヶ月も入ってこないなんていうこともやっぱあるわけですよね。ただ当社はですね、相対的に言うと混乱には結構強かった方じゃないかなというふうに思ってます。それはなぜならば、やっぱこうリアルタイム性というのをすごくこう追求してたからなんですよね。例えばこう A という商品がこう見えなくても、 B という商品なら即納できるということが分かっていれば、お客さんは B をこう選ぶということができるわけですよね。リアルタイムな納期というのは時としてこうスペックとか価格よりも重要な価値になるということなんですね。何がこう起きてもですね、その兆候をこうリアルタイムにかつこう詳細に捉えて、それに克服のできるこの業務プロセスをこう日頃からこう追求していくっていうことが重要なんじゃないかなというふうに思っています。当社はですね、自動化できるその仕事は全て自動化しようと、社員のやっぱりこう業務のうちこうデジタル化できる部分、ここはですねこう徹底的にこうデジタルにこう振っていきたい。当社のシステムの受注率っていうのはなんとこの 85.3% にこう達しているわけです。お客様がですね、使いやすい、それから発注しやすいシステムをこう提供することによって、受注のですね6分の5は社員のこう手をかけずにこう処理をすでにこうできています。 MRO ストッカーっていう無人の販売所みたいなサービスなんです。エンドユーザー様のこう事業所、例えばこう工場の敷地の中にですね、その MRO ストッカーを設置させていただいて、そしてお客様がこうよく使われるこの消耗品をそこにこう並べさせていただく。でエンドユーザー様はこの欲しい商品があればですね、その場でチェックアウトしてもう持っていくだけなので、配送の待ち時間は0分ですね。ここで肝になるのはこう需要予測なんですね。こういかにしてそのエンドユーザー様が必要としている商品のものをですねこう予測して、先回りをしてその MR ストッカーの棚に置いておく。多くのこう日本企業と同じように、当社もですねやっぱり現地現物っていうのをすごくこう大事にしています。やっぱりそのお客様のお困りごとっていうのはやっぱ全てその現場にこうあると思っています。ということはそこには新しいですねビジネスチャンスもですねあるんですよね。でもその一人の役員が例えばその全国のこう支店をですね、1日で回るなんてことは、まあ、現実不可能なわけですよね。だからそういったところっていうのはこうデジタルによってで情報をこうリアルタイム、そしてかつ詳細にこう常時こう把握していく、そういったことができれば、何かしらのこう異変がこう現場各地にあったとしてもですね、そのデータでそのすぐに気づいてこう対応できる、こういったことはすごく大事だと思っています。